女子力高いウサダペコーラちゃんは、まあ、料理しますので最近最近ハマっている手料理言います。ローストビーフ。ペコーラローストビーフ作れるんだよ。お嫁さんにいいよね。みんな一家に一台ウサダペコーラお嫁さん欲しいよね。ローストビーフ作れんだよ。なんかね結構簡単だよあれ。焼いて焼いて熱を閉じ込めてずっと何十分か放置してみたいな。大丈夫かなこの赤身ってぐらいの時あるってことだけど、まあきっと大丈夫でしょということで。いやうまい。え、もうさ生なら何でもうまくね。マジでそれレベルペコなんだけど。いやもうずっと食べてる。でもお腹壊してないペコだからまあ大丈夫でしょ。お腹壊してたらやめてるけど、ペコーラお腹強いみたいでなんか大丈夫そうだからなんとかなってる。下手くそでもやってくれ。これみんなの愛のこもったキャラ弁を待っている。それかみんなお母さんにお願いしてもいいよ。お姉ちゃんでもいい、弟でもいい、自分でもいい。でペコーラもちょっと作ってみようかな。でペコーラをまず先に見してやってみようかな。まあでもみんなホロライブモチーフなら何でもいいから、ペコーラじゃなくても。あーノウサギ作る人、そう確かにノウサギ簡単だな。確かにそれはちょっと簡単すぎないか。だって白い白米にごまごま人参つけて、これ簡単すぎるの。まあでもね、これでも全然嬉しいよ。作ってくれるだけ。